こんにちは、金色玉三郎です。ペコリ、今日はマイクラやっていきたいと思います。で、前回ね、この猫ちゃんたちを仲間にしました。で、今日もね、やっていくんですけど、今日ね、前回途中で探索やめてたね、あの洞窟の体験を引き続きやっていこうと思います。で、前回ちょっとね、あのアドバイスくださいって言ってたんですけど、あのいろいろね、コメントありがとうございました。その他にもね、いろんな様々なアドバイスありがとうございました。すごい助かります。で、洞窟の体験で言うと、まあ、拠点を作った方がいいよっていうのがあって、まあ、本当にその通りでね、あの、でかい洞窟だったら、いちいち、帰ったりとかするのめんどくさいし、で、そこで死んじゃったらね、リスポーン地点が自分の家とかになっちゃうんで、また戻るのも大変だしっていうので、洞窟の中で拠点作って、そこをリスポーン地点にしたら、まあ、死んでも、洞窟の中で蘇るから、すぐアイテムも回収に行けるし、で、アイテムパンパンになったら預けることもできるしっていうので、拠点がまあ、洞窟探索の、まあ、基本的なことみたいなんで、まあ、拠点を作りつつ、引き続きね、洞窟体験やっていこうと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。まずはいろいろ準備にするために家に戻りたいと思います。で、この子たちは、これ座らせ、そうだね、座らせとこう。だからついてきちゃうからね。座ってたらついてこないんで、OK、これで、この子たちはここにいてもらって、で、僕は家に帰りたいと思います。はい。でね、装備ちょっと作ろうかなと思って、鉄ゲットしたんで、まあ、いろいろ作れるんですけど、まずちょっと一旦、装備で、まあ、耐久力とか上げて、洞窟探索スムーズにできるようにしたいなということで、今ね、頭と、まあ、足、ズボンは準備してるんで、まずこの胸当てですね、これを作りたいと思います。で、あと、あ、ブーツは持ってる。ブーツ持ってないね。ブーツもいけるんで、ブーツ作ります。オッケーオッケー。これでだいぶいって、剣もあるのか。強いのかな、剣とか。鉄の剣。まあ、でも一旦いいかな。そんな鉄いっぱい使ってもあれなんで。この二つだけ一旦作るわ。で、あと拠点に必要なものそれぞれちょっと作っていきたいと思います。お、なんだ?ロバか。今、木買ってたんですけど。ロバだ。こんにちは。馬じゃないよね。なんかどんどん上上がっていってるわ。今ね、ちょっといろいろ、ベッドとか、うん、なんだ?びっくりした。ベッドとか作るためにね、木を買ってます。もう木がなくなってったわ。あと、松脇とかも作んないといけないんで、なんだかんだ木はやっぱいるね。でも家の周りの木刈り尽くしちゃってるからね。なんか、どうやるんだろう、木とか。家の近くにいっぱい作れないのかな、木。どんどんなくなっていっちゃうのかな、木は。あ、やべ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 。オッケー、まあこんなもんでいいかな。はい、オッケーです。いろいろね、もろもろ準備しました。ほら、やべやべやべ、首折れる首折れる。ほら、見てください、これ。こちらです。鉄の衣装です。かっこいいでしょ。鉄の服と足だね。かなりおしゃれだね、本当に。おしゃれ度アップです。うお、こんな近くに行けるんだ。おーい。おーい。ということで、まあ、もろもろね、準備したんで、これで行きたいと思います。洞窟までね。行きまーす。あ、すごい。ちゃんと待ってくれてる。ありがとうね。ちゃんと、そのまま座った状態でずっと待ってくれてるんだ。嬉しいね。あ、君もね、多分帰りたいだろうけど。頑張ってね、引き続き。ちょ、帰れそうだな。これ入れてあげるか。ほら、ここに入りな、君。入れるから、こっから。ちょ、頼むって。ガチで。あ、入った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 。入ったんで。オッケー、オッケーです。やりました、ついに。おめでとうございます。一人救出できました。はい、洞窟たどり着きました。ここのどっかに拠点を作るっていうことだよね。どん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 。まあ、下の方にちょっと拠点作ろうか。どこがいいかな。この辺りいいんじゃない?なんかかっこいいし。
すぐそこがあれなんですよ。だこの辺りに作りますか。てかもうここでいいんじゃない？ここをなんかさ、丸石で囲ってさ、ここ拠点にしようかな。ここ拠点にするわ。やべ、敵いるわ。びっくりした。どうしますか。うわぁ、微妙なとこにいるな、これ。どこ行った？うわ、そこにいんのか。これで落とせるかな。来た来た来た。いや、近距離だったら。待て待て待て。いけるいけるいける、やれる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 。オッケー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 、やりましたやりました。オッケーです。はい、できました拠点。ここベッドね、ベッド。あ、寝れた。一旦寝るわ。あ、そっか、寝た方がいいんだ。これでリスポーン地点、はい、設定、ここに帰ってこれます。で、これね、まあなんかパンパンになったらここに預けに来るみたいな感じかな。パンパンになったらここに預けに来ますと。まあ大体必要なものは一応持っといて、まあ土とか最悪捨てたらいいからね。OK。で、まあ作業台ここに置いてある、あります。で、あとはドアでここからね、出れるようになってるんで、ここから行けますと。で、ここは囲ってるんで、一応まあ安全地帯になってんのかな？になってます。ということで、ここがまあ行きたい目的地のところだよね。なので、ここにまずはいっぱい飾っていくっていうところからやっていきたいと思います。松崎をね。松崎を飾って、敵が湧かないように湧き潰していくと。暗いところにやっぱ敵湧いてきちゃうんで、こうやって湧き潰して、で、敵を倒していくと。オッケー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 、しっかりと倒していくと。オッケー、装備も強くしてるからね。敵も多分、あれしにくいんじゃない？鉄とかあるね。オッケーオッケーオッケー、倒して倒して倒して。で、剣ね。ね、だいぶいいんじゃない？だいぶ分かってきてんじゃない？なに？なんか崩れたんだけど、怖っ。なんで崩れるの？怖すぎ。いや、だいぶ全体が見渡せるようになってきたね。だいぶ分かってきて、なんでこんなところにお花咲いてんの？逆に怖いんだけど。広いね、ガチで。うわ、びっくりした！何？ちょっとゾンビ、多すぎ多すぎ。あれ、ちょっと相手にできないんですけど、さすがに。これも、逃げたらいいんで。逃げてね。はい、これで入ってこれないんで。オッケー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 。まあ、一旦いいでしょう。収穫なんもないね、まだね。まあ、ただ、だいぶ範囲広げたんで、これで、またね、いろいろ掘っていきたいね。ツルハシとかでね。敵、ここまで来てる？来てないよね。そうだよね。負けたと思います。なんか、すげえ声聞こえるけどね。まあ、行きますか、じゃあ。にしても広いね。まあ、鉄とかあっちにあったんで取っていくか。まあ、もうちょっと広げたいな。いやー、エンダーマンだよね、あれね。なんかしかも多くないですか？エンダーマン。あ、いるね。ガチで広いんだけど。
無限に広がってる。ブーナイ、どこ？いた。あー怖い。あ、そうだ、そういえばジャンプ攻撃っていうのを教わったわ。ジャンプして攻撃することによってなんかクリティカル攻撃ができるみたいな。それもちょっとやりたいな、忘れてました。教えてもらったんですよ、クリティカル攻撃できるよって。いやー、ちょ、ま、こっちにも広がってんだね。まあ、一旦ちょっとここでストップだね。まずはここの普通に、今見える範囲の探索でいいと思うんだよな。まずは。ここができるようになっただけでもでかくない？これでだいぶ湧き潰せたでしょ。めちゃめちゃあるんで、ここにも支援。ちょ、こっから順番に探索していくわ。ほら、鉄とかもあるし、普通に。順番に探索していきたいと思います。こっから入り口だもんね。パッと見えたこの、銅とかをね、順番に探索して、あ、掘っていきたいと思います。うわ、鉄です。鉄だ、鉄だ。熱いね。で、金とかがね、出てもいいように、一応、鉄のピッケルも持ってきてるんで、鉄ピッケルで金とかあったら、掘っていきたいと思います。まだ、だから金結局取れてないんでね、前回破壊しただけで終わってるんで、何も取れてないんだよね、金がね。この経験値の音いいよね。ぴゃぴょんみたいな。なんか銅がやけに取れるんだけど、銅って武器にはならないじゃん。なんか、何に使えるんだろう、銅って。まあ、先ほど後で見てみるか。あ、でも銅はあれだよ。一旦、焼かないと使えないんだよね。焼いてしないと。ほら、銅がやたら取れるけど、何の使い道も現状ないんで、余ってんだよね、正直。銅がやたらあるなぁ。どちらかというとね、石炭とかの方が、松焼きとか作ったりとか、あと、まさにこういう銅とかね、鉄とかを、焼いたりしないと使えないんで、そういう焼いたりするのとかにも使えるから、そっちの方が実は欲しいんだけどね。ほら、銅がもう、ここは銅ばっかり、取れるとこなのかな。こんなに、基本的に銅がマイクラにそもそも多いのか、それともたまたまほら、そこにも銅あるからね。鉄が逆に全然取れてないのに、銅が、しかも範囲めっちゃ広いし。うわ、その下に石炭もある。これすごいな。やけに取れるぞ、ここ。どんどん石炭だ。すご。ここパンパンの石炭だね。まだ下に石炭あるよ。すご。こっちにも銅あるね。いや、すごいね。ほら、ここも石炭あるから。ここすごいです。なんだこれ。あ、キノコ。キノコなんてあるんだ。しかも茶色。茶色いキノコゲットしました。ありがとう。ブナシメジとかかな。キノコ好きだからね。あ、石炭。銅より石炭の方が嬉しいな、多分。今のところは。え、金じゃん。鉄じゃなかった。ここに一個鉄あるけど、金でした。やった。じゃあこれはこの鉄のつるはしで取ればいいんだね。金はね。いや、結構範囲広いぞ。がっつり取れました。やりました、やりました。これで金が8個取れました。イエーイ。で、ここに鉄もあるんで。広がってってくれ、頼む。オッケーオッケー、ナイスナイス。オッケー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 、3つ。合計4つかな。
あ、まだ広がってる。ナイス。ナイスチャンス。おー、6個かな。おー、まだ広がってるね。いいね。おー、いいね。ありがとうございます。あ、鉄、おー、どう、鉄、おー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 。なんか水が滴り落ちてる。ここ怖いな。水垂れてくんじゃない？ここ水滴り落ちてんだよね。ここパンパン水詰まってるかもしれない。あ、そこにも鉄ある。一個だけ？一個だけだね。ここ結構あるんで。うん、すごいブクブク音聞こえてるもんな。ちっちゃいけど。ここちょい気をつけないと。ほら、水がチュッパチュッパ出てるんで。お、なんかいるな。倒せ倒せ。オッケーオッケーオッケー。お、なんだ？金、いて、金のヘルメット。やべえ！大丈夫大丈夫大丈夫。すぐ戻れば大丈夫だけど。まさかの、背後からやられました。こいつか。なんか明らかに強そうだもんな。ちょ、やべ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 。やべやべ、こいつ強そうすぎ。どうしようどうしようどうしよう。冷静冷静冷静、ちょっと待って、冷静冷静冷静と言いつつ、何もできません。剣をあれしないといけないんでね。剣どこ？あれ、剣ない。ずっと追いかけてきてる。あれ、剣がないぞ。どこだ？待ってね、剣。剣がない。なんで？なんでよりによって剣だけないの？おーい、剣！しかない。斧で戦うか。強そうだな、こいつ。あ、やったんじゃないこれ。あ、で、出ちゃったか。うわ、ガチか。やべえ。倒した倒した倒した。オッケー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 。ただ、大丈夫かな。でも、まあ、道具はなくなってないよね。防具とかゲットしたんで、まあいいか。まだやっぱ敵がちょっと湧いてくんだね。まあ完全に湧かないようにするのはちょっと難しいか。まだ暗いんだね、多分ね。オッケー、まあとりあえずあたり一面の道具を拾ったかどうかだけ確認しておきたいね。拾いましたかーと。オッケー。じゃあ、一旦拠点戻って整理するわ。道具。で、熱い戦利品がね、この金のヘルメット。まあ、防護いっちゃ多分そんな強くないだろうけど、あともうほぼね、ノーダメージの金の胸当てゲットしました。あの、ゾンビからね、二つともゾンビ、それぞれのゾンビからゲットしました。オッケー。じゃあ、まあ、引き続き探索していこうかな。オッケー。多分この辺は、ざっくり多分ね、見たと思うんですよね。ざっくり見た、あ、あった。まだ見切れてないとこあんな。じゃ、広いからね、やっぱりね。広いから見切れてないとこもあるけど、まあでも大体見れたんじゃないかな。OK、OK。いいんじゃないでしょうか。まあ一応、もう一回見とくわ。なんか出てきちゃったし。あ、あるじゃん。全然あるじゃん。あ、一個か。なかなかやっぱいっぱいはね、あるじゃん。動画すごいな。やっぱ動画。動画ちょっと多すぎるね。ガチ石炭が欲しいな。あとまあ何より鉄ね。やっぱね、ジャンプ攻撃とかも教えてもらったけど、あんまできてないんだよね、まだね。まだあんまできてない。焦って忘れちゃうから。だから何より変わったのがやっぱ鉄の防具な気がするね。これで多分だいぶ変わったんじゃない？鉄の防具。まあ、拠点でね、すぐに戻れるっていうのももちろんでかいけど、鉄の防具でだいぶ、行きやすくなってると思うんで。やっぱり、鉄の剣とかね、それこそ。
鉄がいっぱいゲットできるようになったらさ、鉄のツルハシとか、まあ、もっと探索もしやすくなれば資源とかもどんどん増えていくだろうし、やれることもね増えてくると思うんで、やっぱ何より鉄なんじゃない、結局鉄ゲーですよ、鉄ゲー。 OK です。まあ大体見れたんじゃない、細かいとこはちょっとあるかもしれないけど、ちょっと先行ってみたいね、せっかくであれば。この先に何があるのか、ガチ怖いけど。いや、水あるし、銅がやっぱとにかく多いな。はいはい、石炭がある。ちょっと脇潰しだけざっとしときたいけどな。砂のとこに続いてんのかこれ。いやでもこれ下も続いてんだよね、すごっ。ちょっと一旦ここまでだね、今日は。ちょっとここまでにしとこうか。ここまでというか、ここをざーっと掘っていこうかな。で、探索して今日はちょっと終わろうかな。うわー、こう上砂に続いてんだね。まあそっか、砂のテラコッタのところと砂のところがつながってんだね多分これ。めちゃめちゃ広いじゃん、広すぎる。で、水が滴り落ちてるの怖いけど、まあ一旦探索というか掘っていくわ。やばい、水出てきた。やばいやばい、ちょっと待って。どうしたらいいんだろう。押さえ込めばいいのか、これでいいのか。あー、びっくりした、水出てきたわ。ちょっと怖いね、怖いというか、どうにもならないね。ここも掘って、あ、あれ出てきたな。でもこいつ、なんもできないじゃない、君。もしかして。ね。上に行ってれば割とな、無双なんだ。で、これも掘って、出てくるよね。で、ここを押さえ込んで、ん?押さえ込んで。やばい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 、違う違う、そうじゃないそうじゃない。オッケー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 、これでいいね。いやー、ここら辺も本当に水ばっかりなんだな。しかもこれ松崎がさ、流されてんじゃない?なんか暗くなったんだけど、めちゃめちゃ。松崎が流されちゃう?これもしかして。そんなことないか?大丈夫か?ちょっとここやりにくいっす、めちゃくちゃ。めちゃめちゃやりにくい。わー、こういう風にも繋がってるんだ。ちょっと待って、すごいな、これガチで。ほら、ゾンビとか普通にいるもん。やばい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 、リンチになってる、リンチになってる。あれ、ちょ待って、なんか変になってんな。待って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 。焦りすぎてる、焦りすぎてる。こうか。で、ジャンプは。あ、こうか。あ、キュ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 。焦りすぎてもう、わ、めちゃくちゃになっちゃった。ご飯食べて。いや、そこにあいつもいるから、ちょっと HP 的に怖いね。HP 的に非常に怖いんで、ちょっと一旦安全なとこいろ、いよう。あっちには行けないわ。ちょっと攻撃をもう一回。A と、OKOK。A、こうね。こうこう。A でジャンプして、この攻撃方法ね。外図の、操作でジャンプしちゃうから、あれなんだ、おかしくなっちゃうんだ。で、ここがすごいよね、本当に。まだ繋がってんだよ、これ。
すぎる。ここはなんか水がすごそうなだけだな。特に何もないね。うん、なんもないわ。こっちがちょっと水がパンパンだから、探索しにくいね。とにかく。いや、一応多分大体見れたと思います。大体見れたと思います。まあ、とにかく、まだ続きあるんで、まあ、ちょっとこれ次回、続いてなさそうだな。続いてなさそうだから見ちゃうか。なんか続いてなさそうです。もう見ちゃおうかな。ちょ、降りるのがむずそうだな、普通に。うん、続いてないね、これ。行っちゃおう、行っちゃおう。いや、続いてんのか？いや、続いてないね。じゃあ、ここもやっちゃおうか。鉄も一応あったんで。で、怖いから いっぱい松脇仕掛けて。オッケーオッケー。じゃあ、ここ探索したいと思います。でも、探索って言っても、もうあれだな。ここに、銅があって、奥に鉄があるぐらいだな。終わりました。じゃあ、一旦拠点に戻って終わりにしようかな。戻りまーす。ちょっといろいろ見ながら戻っていきたいと思いまーす。いや、これ、ちょっと待っても。松脇使いすぎでしょ、これ。いくらなんでも。松脇の消費えぐいって。こんなに消費するもんなのかな？あ、うん、めっちゃあるじゃん。まあでも、銅だけど、まあ取っていくか。松脇ってこんなに消費しないといけないのかな？こんなもんですか？僕がちょっと慎重にやりすぎてんのかな？じゃあ、それも教えてください。松脇。どんなもんですか？洞窟体験で使う松脇は。こんなもんバカバカ置いていくもん。でも敵が湧かないようにしようと思ったらこうなっちゃうんだよね。どうなんだろう。まあ、細かくね、何範囲なら湧かないとかそういうのもあるんだろうけど、一個一個やってたらあれだもんね。超時間かかるもんね。はい、ということで拠点に戻ってまいりました。まあ、今回、そうだね、鉄が何個？鉄どこ？43か限鉄ね。まあ、銅が取れすぎてるね。銅が取れすぎてる。なんかまあ、もし銅のいい使い道とかあったら教えてほしいね。で、まあ、重だったもの、あと金がまあ取れたけど、まあ、金も多分そんな使えないよね。で、敵からこの金のヘルメットと、この金の胸当てをゲットしたっていうぐらいかな。あと本当になんもない。あとこのキノコね、キノコ。キノコをゲットしました。まあ多分そんな鉄とかに並ぶようなもんじゃないんだろうけどね。ということで、まあここに、ね、広がってたでっかい動物はね、一応探検はまあ終わったのかなという感じですね。次何しよっかな、ガチで。亡くなったかもしんない。猫を仲間にして。鉄、まあ洞窟体験して、まあ鉄はでもまだ全然足りないだろうけど。なんかやることあるかな。クリア、クリアしましたか？クリアしてないよね。うん、ちょっとなんか、もしあったら教えてください。これ今後なんかこういうのしたらいいんじゃないとか、もしあれば。今、候補としてあるのは、その、ゾンビがさ、ゾンビスポーナーだったっけ？ゾンビが湧き出てくる黒い箱ね。あれでなんかゾンビトラップってやつを作るっていうところぐらいかな、残ったタスクであるのは。でもまだ早い気もするんだよね。まだなんかそういう感じじゃないというか。いっぱい経験値稼いでもなんかしょうがないというかね。多分もうちょっと強い武器とかをゲットしてから、なんかいろんな攻撃力とかね。なんかそういうのを、特性を付与できるんですよ、武器に。まだ早い気もするんで。動物とか仲間にしたいけどな。馬とかどうなんだろうね。馬はゲットしたりしたいけどな。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。